積んだもんなのだ。この動画は前回の動画の続きなのだ。まだ前回の動画を見ていないウスノロはさっさとそっちを見てきやがれなのだ。前回の動画を見てくれたキリオシティオバテの暇人どもはそのまま続きを見やがれなのだ。じゃ、そういうことで。ブン、またこのタイプのニュースだ。ブン、嫌だな。おいつむぎ。え、あら、ずんだもん先輩。ようなのだ。ブン、こんにちは。む、珍しく重厚な顔してるのだ。そうかな。生理なのだ。違うよ。じゃあ妊娠でもしたのだ。そういうんじゃないよ。じゃあどうしてそんな重厚な顔してるのだ。ちょっとモヤモヤするネットニュースを見ちゃってね。モヤモヤ。なんか芸能人が不倫したってニュースがあってね、いろいろ考えちゃってたんだよ。またそんなことなのだ。くだらないかな。それで悩むことがくだらんというか、そもそも人類はくだらん生き物なのだ。この間先輩言ってたよね、人間は男も女も不倫する生き物だって。その通りなのだけど、前回話した内容にはいくつもの注釈を挟まないといけないのだ。ブラッシュアップが必要って言ってたね。ちょうどいい機会なのだ。今日はその辺も踏まえて愛の正体に迫っていくのだ。愛の正体、ちょっと怖いけど気になるかも。ずんだもん先輩、教えて。任しやがれなのだ。というわけで、今日はホモサピエンスの生存戦略について徹底的に新説を紹介していくのだ。イマハジーンなのだ。新しい学説だね。ただ自分で言うのはなんだけど、今回の話は全体を通してちょっと複雑なのだ。新説を採用してるから白黒はっきりしないことも多いんだね。それもあるけど、普通に構造が複雑なのだ。そもそも難しい話ってわけだね。ただ情報そのものは若くそう面白いこと間違いなしだから、ぜひ最後までついてきてほしいのだ。分かったよ。それじゃまずは不倫について話す前に、不倫をするために必要な前準備の話からなのだ。不倫の前準備、そんなのあるの。結婚なのだ。そっか、結婚した後に不倫するから問題になるんだよね。そんな問題の元凶である結婚なのだけど、この制度いつからできたか知ってるのだ。結婚、どうだろう、宗教と関係してそうだし、紀元前2000年頃じゃないかな。うむ、いい推論なのだ。えへん、あんま調子乗るななのだ。ひどい。ただ実際、古代エジプトではすでに人類は結婚的なことをしていたと考えられており、少なくとも人類は数千年という規模で結婚を行ってきたということが言えるのだ。長い歴史があるんだね。ただそこで考えてみてほしいのだけど、いわゆる結婚ができる前、人類はどのようにしてつがいを作ってたのだ。つがい、オスにおける妻というか、サイ君というか、彼女というか、愛を抱き子を育て一緒に暮らす相手のことなのだ。パートナーってことだね。どうだろう、全然わかんないな。答えは簡単、パートナーなんか作らないのだ。パートナーを作らない。制度的な結婚が存在しなかった頃の人類はそもそもつがいを作らなかったのだ。それじゃどうやって子孫を残すの。そりゃ交尾なのだ。ふむ、つがいを作らず交尾する、すなわち乱交パーティーなのだ。なバカな。バカでもなんでもないのだ。結婚ができる以前のホモサピエンスは乱婚という配偶システムをとっており、いろんなオスといろんなメスがあちらこちらで交尾をしていたわけなのだ。マジでセックスモンキーなのだ。そんな、信じられないよ。ということで、ここからは人類の本質とは乱交モンキーだということを示すためにいくつか証拠を示すのだ。証拠があるの。まず一つ目の証拠は、これはあまり強い証拠ではないのだけど、地球上に存在するほとんどの生き物は純粋な結婚の形である一夫一妻制は採用していないのだ。オスとメスがペアになることはないってこと。もちろん繁殖に必要なのはオスの精子とメスの卵子なのだけど、一匹のオスと一匹のメスがつがいとなり、そのまま一生暮らすのは非常にレアケースなのだ。でも皇帝天人とか一夫一妻制って聞いたことあるよ。確かに皇帝天人を代表とする鳥類の中には一匹のオスと一匹のメスが愛し合い続けると考えられている種類もいるのだ。皇帝天人は浮気もしないって聞いたことあるよ。ただ残念ながら皇帝天人の誠実な愛は期間限定なのだ。期間限定。皇帝天人は多くの場合、一匹のオスと一匹のメスがペアとなり、自分たちの子供を2匹がかりで育てるのだ。まさに結婚だよ。ただペンギンの赤ちゃんはおよそ半年ほどで大人になるのだ。成長が早いんだね。テレビのドキュメンタリーなんかでは、赤ちゃんが無事に巣立つところまでを紹介して、めでたしめでたしって幕を閉じがちだから、視聴者はペンギンの家族愛って素晴らしいなって思っちゃいがちだけど、当然ながら自分たちの赤ちゃんが巣立ってからも親ペンギンたちの生活は続くのだ。そうだね。ここで人間大学理想と皇帝ペンギンの
の実情は大きな乖離を見せることになるのだ。大きな乖離。実は子供が巣立った後、結婚していた親ペンギンは即座に離婚するのだ。離婚。子供は育ったからもう協力しなくていいよねって感じで、マジで完全に赤の他人になるのだ。そうなんだ。そして翌年の繁殖期、またペンギンはオスとメスでつがいを作るのだけど、この際昨年と同じオスとメス同士がつがいを作ることはほとんどありえないのだ。じゃあ昨年とは別のペアができちゃうってこと。そういうわけなのだ。兄弟は全員親が違うってことだ。ちょっと衝撃的かも。まあ多様性の面で見れば当然といえば当然なのだ。同じペアで子供を作り続けるより、いろんなペアで子供を作った方が遺伝子の組み合わせは多くなるもんね。つまりこれをまとめると、皇帝ペンギンを代表とする、一見すると一夫一妻制を採用しているように思える動物の多くは、あくまで自分の遺伝子を持った子供を育てるために一時的に異性と協力しているに過ぎず、人間が参考にすべき道徳や理想の結婚スタイルなんかではないのだ。人間の基準を動物に当てはめると誤解が生まれちゃうってことだね。とはいえ人間も野生動物の一種ではあるのだ。そのルーツを探るためには他の野生動物も参考にしなければいけないのだ。頻度が必要だね。というわけで次はチンパンジーの出番なのだ。チンパンジーって DNA が人間にすごい近いんだよね。激近なのだ。どれくらい近いの？およそ500万年前にチンパンジーから枝分かれしたのが人類なのだ。規模が大きすぎてよくわかんないな。 DNA の違いは 2% もないし、僕らの身体を作るタンパク質とチンパンジーの身体を作るタンパク質はアミノ酸レベルで考えると平均して2アミノ酸しか違わないのだ。なんか近いような気もするけど複雑すぎてわかんないな。じゃあもっとわかりやすく言うと、人類とチンパンジーは科学的には属の分類まで同じなのだ。え、でもチンパンジーはチンパンジー族で、人類はホモ族でしょ。違う文明だよ。その分類がなされたのは1700年代の大昔。現在の科学的知見からすると、チンパンジーも人類も同じ族に入れるのが妥当みたいなのだ。そうなんだ。もっと言うとチンパンジーと人類が100万年ぐらいは交雑していたことも明らかになってるのだ。すごい近いね。それなのにどうして今もチンパンジー族とホモ族は分かれてるの？理由はよく知らんのだけど、慣習とかいろいろあるみたいなのだ。言われてみればアーシもチンパンジー族って言われるとちょっと困惑しちゃうかも。そんな人間にそっくりなチンパンジーなのだけど、実は卵婚という配偶システムを取るのだ。つまり特定のオスと特定のメスがペアを作らないってこと。群れの中でいろんなオスとメスが交尾しまくってるのだ。でもチンパンジーってオスの間で序列みたいなものがあるって聞いたよ。てっきりボスのチンパンジーの子孫だけが残っていくものだと思ってたけど違うの？紬の言う通り、チンパンジーのオスには複雑な序列が存在するし、ボスザルという言葉があるようにボスのチンパンジーも存在するのだ。でしょ。ただチンパンジーはライオンのそれとは違い、ボスチンパンジーだけが交尾をするというわけではなく、上位のオスや下位のオスということはあまり関係なく、いろんなオスとメスがとっかえひっかえ交尾をし、時には下位のオスを好んで交尾をしようとするメスも現れるほどなのだ。すごい話だけど、それじゃ赤ちゃんのお父さんがわからなくならない？まさにその通りで、チンパンジーの赤ちゃんは母親は確定できるのだけど、父親は DNA でも調べない限り確定することができないのだ。じゃあ子育てはどうするの？チンパンジーのオスは子育てに関わらないの？関わらないとも言えるし関わっているとも言えるのだ。ふむ。さっきも言ったようにチンパンジーは特定のつがいを作らない卵婚という配偶システムを持つので、子育ては基本的に確実に血縁関係のある母親が行うのだけど、その母チンパンジーや子チンパンジーのためにオスのチンパンジーたちは平気で餌を分配するのだ。つまり特定のオスが父親になるんじゃなくて、オス全体で父親の役割を果たすってこと？そういうことなのだ。面白いね。ただこの話は前回説明したシンプルな利己的遺伝子論にちょっと矛盾するのだ。言われてみればオスのチンパンジーは自分の遺伝子を受け継いでいないかもしれない子供のために食事を用意するってことだもんね。一生懸命世話をしても自分の遺伝子が残せないかもしれないのに、それでも一生懸命世話をするのだ。不思議だね。そもそもシンプルな利己的遺伝子論ではメスが下位のオスとも交尾をする意味がわからんのだ。メスは強いオスの遺伝子が欲しいはずだから、オスのチンパンジーとだけ子供を作るはずだよね。このように一見すると卵婚はあまりにも利己的じゃないのだ。でもチンパンジーは卵婚なんだよね。どうしてこういう配偶システムになってるんだろう。卵婚という配偶システムのメリットも気になるところだけど、とりあえずチンパンジーのもう一つの面である子殺しについても説明するのだ。子殺し。
前回小殺しをする動物としてライオンを紹介したのを覚えてるのだ。言ってたね。オスのライオンは別の群れを乗っ取ると自分たちのつながりのない子供のライオンを殺しちゃって。実はこれチンパンジーもやるのだ。社会性のある動物はやりがちなんだよね。ただチンパンジーの子殺しはちょっとライオンのそれとは違うのだ。どういうこと？ライオンの子殺しはオスが別の群れを乗っ取ったタイミングで起こるもので、殺される子供と殺すオスとの直接的な血のつながりは 100% 考えられないのだ。そうだね。一方でチンパンジーの子殺しはその子供が自分の子供じゃないと確信できない状態でも起こるのだ。さっきも言ったように明確なペアを作らないんだから、その赤ちゃんの父親が誰かなんてわからないよね。つまりオスのチンパンジーはその子供が自分の子供かもしれない状況で赤ちゃんを殺すのだ。どうしてそんなことするの？そもそもオスのチンパンジーは凶暴なんだって意見があったり、単に気に入らないから殺してるんじゃないかって意見があったり、疑わしきは殺せってシステムになってるんじゃないかって意見があったり、いろいろと説はあるのだけど、明確な理由はよくわかっていないのだ。そうなんだ。こんな具合に不自然で積極的な子殺しを行う生き物はチンパンジーの他にはなかなかいないのだけど、僕らがよく知る生き物にも当てはまるやつがいるのだ。それって人間なのだ。人間ものの現代人もよく自分の子供をよくわからん理由で殺すことがあるのだけど、もっとわかりやすいのは200年ほど前のヨーロッパの孤児院なのだ。どういうこと？当時ヨーロッパにあった孤児院には何十万人もの赤ちゃんが匿名で預けられていたのだけど、そのうちおよそ9割ほどは預けられてすぐに死んでるのだ。流行り病だったとか？いや、いくら流行り病といえどさすがにいろんな孤児院で起きすぎなのだ。ってことはどういうこと？ざっくり言うと孤児院とは基本的にそういう場所だったのだ。そういう場所？育てきれない子供は社会全体で処分しましょう。孤児院はその処分場だったわけなのだ。そんな、まあ社会による大規模な子殺しでなくとも、育てきれないのに生まれちゃったから子供を殺そうって判断はちょっと時代を遡れば世界中どこでも見られる現象なのだ。でもそんなのひどいよ。ひどいかもしらんが事実なのだ。そしてこの現象は戦士時代の人類にも見られているのだ。戦士時代？要は農業を始める前、狩猟採集時代の人類なのだ。そんな昔から？面白統計話としてはクリシュなのだけど、それでも戦士時代の人類の平均身長の話をするのだ。農業以前の人類の平均身長どれぐらいなの？だいたい90センチほどなのだ。ちっさ。なんと1万年ほど前まで人類は90センチだったのだ。それが農業のおかげで軽々と1メートルを超えるようになったってこと？農業ってすごい。そういう結論に至るから、いつまで経っても紬はバカザルなのだ。ひどい。また騙したの？安心するのだ。戦士時代の人類の平均身長がおよそ90センチだったというのは事実なのだ。でも足のことばかって言ったよ。それも事実なのだ。痛烈だ。説明してやるからよく聞けなのだ。ぐんそもそもにおいて戦士時代の人類を知る手がかりとして現世人類が使えるものは骨ぐらいしかないのだ。土の中に残ってるものを見つけるぐらいしかないよね。言ってしまえば死体の残ったものを手がかりとするのだ。そうなるね。ではここで紬は考古学者で、まさに今戦士時代の人類の骨を10体見つけたとするのだ。発見者なんだね。紬はどんなサイズの骨が埋まっている様子を想像するのだ。平均が90センチなんでしょう。それじゃあだいたい90センチぐらいの骨が10体あるんじゃないの？そう思いがちなのだけど、実際は180センチの骨が3体、50センチの骨が7体という感じで埋まってるのだ。 180×3+50×7 を10で割ると確かにだいたい90になるね。今のはかなりシンプルな計算に落とし込んだけど、実際発見された人骨のうち大人にまで成長しているのは3割ほどで、子供のまま死んでしまっているのは7割にも上るのだ。だから平均身長が90センチになるんだね。ミニマム人類なんていないのだ。だね。でもどうして赤ちゃんのまま死んじゃうんだろう。やっぱり病気とかに弱いのかな。そこでさっきの話に戻るのだ。さっきの話、小殺しなのだ。赤ちゃんの骨がたくさん見つかるのは赤ちゃんのまま殺しちゃってたからってこと？そういうことなのだ。どうしてそんなことするの？移動式の狩猟採集生活で邪魔にならないためと言われたりもしてるけど、結論はまだ出ていないのだ。詳細は不明なんだね。ただ僕はその理由を知っているやつが
がいるんじゃないかと考えたりもしてるのだ。誰が知ってるの？チンパンジーなのだ。不自然で積極的な小殺しってことだね。ちなみにこういった小殺しをする人類はかなり最近まで存在していて、アボリジニーがそれなのだ。そうなの。もちろん今のアボリジニーはそういうことをしていないのだけど、1700年代にヨーロッパ人が入っていく前はかなり一般的に行われていたとされてるのだ。衝撃的だよ。ただ何度も言うように、こうした小殺しは主要最終時代の人類特有のものではなく、文明社会でもいくらでも見られていることなので、昔のアボリジニーが特別残酷ってわけではないのだ。不自然で積極的な小殺しは文明社会の人類と文明以前の人類とチンパンジーの共通点なんだね。以上のことからチンパンジーと人類の類似点は伺えるはずなのだ。確かに似てる部分もあるね。というわけで、人類もチンパンジーと同様につがいを作らない卵根という配偶システムを取っていたと考えられるのだ。でもそれはちょっと勢い任せじゃない。確かにチンパンジー特有の性質と人類特有の性質は似てるけど、だからって人類の配偶システムがチンパンジーと同じだとは言い切れないよ。ただこれはチンパンジーだけでなくボノボも同じなのだ。ボノボ、チンパンジーの親戚だよね。人類の親戚とも言えるのだ。そうだね。このボノボも特定のパートナーを作らないの。卵根なのだ。そしてチンパンジー族の動物はチンパンジーとボノボしかいないのだ。人に近い類人猿は他にはいないの？次に近いのはゴリラとかなのだけど、さすがにチンパンジー族ほど近いとは言えないのだ。じゃあ人類に最も近い西の霊長類がどっちも卵根という配偶システムを取るんだね。そしてさっきも言ったように、アミノ酸レベルの話をすれば、人類もチンパンジー族の仲間になるか、チンパンジーとボノボがホモ族の仲間になるはずなのだ。なるほど。となると人類も本来は卵根だったと考えるのが妥当なのだ。もし人類だけが滅んだ地球があると仮定して、宇宙人が地球にやってきたとすると、生きてるボノボやチンパンジーを参考にして化石になった人類について卵根する霊長類って図鑑に書くかもしれないね。ただ当然大昔のことはわからんので、一応ウィキから補足を入れるのだ。ウィキ、簡単に言うとウィキペディアは人類の卵根について否定してるのだ。そうなんだ。そこに挙げられてる根拠はざっくり言ってこんな感じなのだ。大きく分けて3種類あるんだね。ただここにあるのはどれも1900年代に示された根拠なので、一つ一つ2023年現在のものに変更しておくのだ。できるの？まず一つ目、文化人類学者の話からなのだ。各地域の先住民において卵根が見られないってことだね。これは全くの嘘なのだ。そうなの。アマゾンの先住民族は分割不正というシステムを取ってるのだ。分割不正、これは文字通り父親がたくさんいるってことなのだ。ふむ。すごいざっくり言うと、まず一人の男と一人の女が交尾をしたとするのだ。結婚ってこと？純粋にセックスしたと考えてほしいのだ。了解。するとその直後、最初の男とは別の男がその女と交尾をするのだ。浮気ってこと？いや、別に悪いことではなく当たり前のこととして女は別の男と交尾をするのだ。すごい話だ。それからまた女は最初の男とも2回目の男とも違う男と交尾するのだ。え、もちろんこれで終わりではなく、その女は何度も繰り返しいろんな男と交尾をするのだ。そしてそれは日を分けることもあれば、同じ日に連続して行われることもあるし、お腹に赤ちゃんができて妊娠してからも続くのだ。そして無事に赤ちゃんが生まれると、なんとその間女と交尾をした男のすべてがその赤ちゃんの父親となるのだ。でも実際に血のつながりがあるのは一人だけでしょう。遺伝子的にはそうなのだけど、でも誰もそんなことは気に留めないのだ。びっくりだよ。もちろん父親側の男たちもこの女一人だけと交尾するわけではなく、また別の女とも交尾をするから、この民族は卵根という配偶システムを採用していると言えるのだ。そうだね。こういった配偶システムを取る民族はもちろん一種類ではなく、パラグアイやブラジルやパプアニューギニアなどいろんなところで確認されてるのだ。でもどうしてそんな配偶システムになってるの？母親にも父親にも両方にメリットがあるのだ。というと？まず母親側のメリットは、交尾をした相手全員が子供の父親になってくれるため、生活には間違いなく困らないのだ。父親が一人亡くなっても他にもたくさん世話をしてくれる人がいるからだね。そして父親側のメリットは、責任が分散されるってことなのだ。一人の子供の面倒をみんなで見るから、一人上がりの責任が少なくなるってこと？そうなのだ。
でもデメリットとして自分の遺伝子が残せない可能性だってあるよ。それについてはまた後ほど詳しく話すのだけど、とりあえず今知っておいてほしいこととして、分割不正を採用している地域ではどうやら赤ちゃんとは男の精子によってできるって考えられてるみたいなのだ。どういうこと？さっき例に出した女はいろんな男と交尾をしたけど、イメージとしてはいろんな男の精子が母体の中で混ざり合うことによってお腹の中の子供は成長する、そう考えられてるみたいなのだ。大間違いだよ。でもそれをみんな信じているから、こういった民族では不倫といった概念はないし、男同士が女のごたごたで喧嘩をすることもないし、子供や女に向けられがちな独占欲もないのだ。衝撃的だよ。でも現実に卵婚という制度を取ってる民族があるのに、どうして域にはそう書かれてるの？おそらくは参考にしている文化人類学者のデータが古いのだ。古いと問題あるの？1700年代から1900年代のいわゆる探検家の中には非常に傲慢な奴らがいたみたいで、こういった民族の風習や文化を見つけると野蛮だなんだと決めつけて自分たちの法律を押し付けたり、時にはチャカで殺したりしたのだ。アボリジニ狩りとか聞いたことあるよ。その流れの中で当然ながら卵婚という制度も規制されることになり、規制された後に文化人類学者に調査され、主要最終民族も一夫一妻制なんだな、人類の愛とはすごいんだなと不意調されたってわけなのだ。そうなんだ。もちろん比較的最近の探検家や文化人類学者は文化に規制がないことを知っているので、彼らに発見されたり調査されたりした民族の中では未だに卵婚という制度はそっと残されているのだ。外部からの影響ってすごいんだね。ということで次は2つ目の反応をやっつけるのだ。発見された遺跡から考えて一夫一妻制だと考えるのが妥当だって話だね。これに関しては参考にしていた遺跡の多くが実は割と最近のものであったことが炭素年代測定法によって明らかになってきているのだ。大昔のものだと思われてたものが炭素年代測定法によって最近のものだと明らかにされる、ちょっとロマンがないけどよくあることだよね。もちろん中にはしっかりとした主要採集時代の遺跡もあるのだ。ただそれらを調べてみたのだけど、骨が1体分見つかったとか、動物の骨も出てきただとか、槍の先っぽが出てきただとか、どう解釈しても一夫一妻制の根拠となるものは見つけられなかったので、知っている人がいたらぜひコメントで教えてほしいのだ。情報求むってことだね。ということで最後の反論なのだ。進化生物学的に見てホモサピエンスの性的似方があんまり大きくないってことだよね。これ反論にもなってないのだ。そうなの。っていうか性的似方って何？性的に系と呼ぶ方が多分正しいのだけど、これは簡単に言うとオスとメスで体のサイズや形が異なることを示すのだ。カブトムシみたいなこと？まさにカブトムシは性的に系が大きい生き物の一種なのだ。なるほど。卵を産むためにメスの方が体が大きかったり、喧嘩でメスを勝ち取るためにオスの方が体が大きかったり、性的に系の度合いは動物の種によって全然違うので何とも言えないけど、霊長類だけで言えばボノボもチンパンジーも人類もオスの体重がメスの体重の 1.2 倍ぐらいなのだ。え、性的に系の度合いもこの3種は近いってこと？じゃあそもそも反論になってないじゃん。多分これは卵婚を否定するための論拠ではなく、一夫多妻制を否定するための根拠なのだ。ふむ。チンパンジー族の次に人類に近い霊長類は一夫多妻制を採用するゴリラ族となるのだけど、こいつらはオスがメスの倍ぐらいの重さになるのだ。オスがすごい大きいイメージがあるね。一夫多妻制はボスや上位のオスがメスを独占するシステムだから、どうしてもオスの体は大きくなりがちなのだ。喧嘩で勝つためだね。だから人間の性的に系がゴリラほど大きくないのは人類が一夫多妻制でないことの証拠の一つとなるのだ。でも一夫多妻制ではないって言えても卵婚ではないとは言えないよね。むしろさっきも言ったように卵婚である他の種と性的に系の度合いが近いくらいなのだ。じゃあこれはそもそも卵婚の反論にはなってないってことだね。そういうことなのだ。納得だよ。今までの話をまとめると、結婚というものが出現する前の人類はチンパンジーやボノボやアマゾンの主要最終民族のように小さな群れの中でいろんなオスといろんなメスがいろんなところで交尾をして生まれてきた赤ちゃんはその赤ちゃんの母親一人と複数の父親によって育てられていたと考えることができるのだ。なるほど。ただこれでハイ人類は卵婚です QED と言ったとしても本当かな
と疑ってくるやつもいると思うのだ。そうかな。誰かさんが日頃から嘘をつきまくってるせいで、このチャンネルの視聴者はやたらと疑り深いのだ。自業自得だ。こんなことなら嘘ついた時種明かしせずにそのまま黙ってればよかったのだ。それじゃ本物の嘘つきだよ。というわけで、次は人類が乱婚であることの決定的証拠をいくつも紹介するのだ。決定的証拠、簡単に言うと正規のことなのだ。正、つまりチンコとマン。やめとけ。大昔の話や他の生き物を参考にしたり、一部の人類の生活を根拠にしたりして、ガチャガチャと推論を重ねていく、そんな頭でっかちなつまらんことはもう終わりなのだ。ここからが本番。僕らの体にしっかりと残っている性的機能から卵婚を探るのだ。とんでもない話になりそうだね。と言ってもこれから話すのは別にエッチな話でも野蛮な話でもなく、純粋な人間の生殖機能とそれに伴う学説なのだ。だから紬も全く好奇心だけを携えて聞いてほしいのだ。分かったよ。剣に恥ずかしがったり嫌悪感を持ったりはしないよ。いい心構えなのだ。じゃあまずはオスの性器なのだ。了解。単刀直入に言ってしまうと、人類のオスの性器は明らかにでかいのだ。そうなの。ゴリラやオラウータンやテナガザルやオナガザルなんかと比較するとちょっとおかしいぐらいでかいのだ。霊長類の中では発達してるんだね。そしてそれは管の方だけでなく、睾丸のサイズもそうなのだ。知らなかったよ。ここで留意しておいてほしいのは、人類と同様に性器が異常に発達してるのがチンパンジーとボノボってことなのだ。乱婚する霊長類だね。なぜこんなにでかくないといけないのかというと、そりゃどう考えたって理由は一つ、精子をたくさん作るためなのだ。そういうことになるね。もし人類が一夫一妻制だったとすると、こんな高機能な睾丸は不要なのだ。そうかもしれないね。なのに人類の睾丸はあまりに優秀すぎるし、もっと言うと人類のオスは積極的に射精しないと精子の運動能力が衰えるみたいなのだ。じゃあ男の人はやっぱり不倫するってこと？もしくは不倫が倫理的に問題ある行為だとされない配偶システム、つまりは乱婚だったと考えられるのだ。なるほど。また単にサイズや量だけでなく、精子の性能も異常なのだ。性能？実は人間のオスの射精とはピュ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 ッと複数回に分けて起こるのだけど、これは非常におかしなことなのだ。おかしいかな。一度にまとめて大量に出せばいいのであって、こんな小分けにして射精する必要ないのだ。言われてみればそうかも。にもかかわらず小分けにして射精するってことは、それぞれの精液に役割があるってことなのだ。役割？実際小分けにされた精液のうち、最初に発射される精液には精子の化学的分解を妨げる物質が含まれてるのだ。化学的分解を妨げる、要はバリア機能なのだ。女性の体内には病原菌なんかを駆除するための白血球があるから、それにやられちゃわないようにバリアを張るんだね。実はそれだけじゃないっぽいのだ。他にも役割があるの。というのも、人間のオスの小分けされた射精のうち、最後の射精にて発射される精液には精子分解物質が含まれてるのだ。何それ？文字通り精子を化学的に分解する物質なのだ。え、なんでそんなことするの？もし人類が一夫一妻制だったとするのなら、この物質はマジで意味不明なのだ。だよね。でも人類が卵婚だったとすると、つまりは一匹のメスが複数のオスと時間を空けずに何度も交尾をするように進化したとすると、この物質は後から交尾をするオスの精子を殺すために機能するのだ。卵婚だったとすると意味を持つことになるね。そして最初の一発目のバリア精液も、単にメスの体内の白血球から精子を守るだけでなく、先に交尾をしたオスが最後の射精で残した精子分解物質からも精子を守ってくれていると考えられるのだ。なるほど。これこそがチンパンジー族やホモ族の生存戦略だったのだ。ふむ。つまりチンパンジー族やホモ族のオスは喧嘩が強いとか頭がいいとか見てくれがいいとか、そういった次元で遺伝子が残せるかどうかを決めるのではなく、とりあえず全員でメスと交尾して、あとは精子同士をメスの卵管内で戦わせましょうってことなのだ。すごい話だ。このように精子に争いを任せたおかげで、チンパンジー族やホモ族のオスは同じ群れの個体同士での争いを減らすことができ、協力することを覚えたのだ。話の筋は通ってるね。実際ボノボは配偶者をめぐってオス同士が喧嘩することはまずないし、凶暴とされるチンパンジーでさえ配偶者をめぐってオス同士が喧嘩することはないのだ。そしてこの理論を支持する証拠はメスの性器にも見られてるのだ。次は女の番ってわけだね。衝撃的な事実として、人類のメスの性器には好みがあるのだ。好み？ざっくりと言うと、嫌いな精子が入ってきた場合は積極的に攻撃して、好きな精子が入ってきた場合はあまり攻撃しないのだ。
そうなの。しかもこの好き嫌いとは、女の頭の中での好き嫌いとは関係ないのだ。どういうこと？例えばここに一人の女と二人の男がいたとして、女が頭の中で A の方を好きだと考えていたとしても、いざ二人と交尾をしてみると、女の性器が同様に A の精子を好むとは限らないのだ。 A の方を積極的に攻撃して、 B の方にはあまり攻撃しない、そういうことがあり得るってわけだね。そしてもっと言うと、もし B の方の精子を女の性器が好んだとすると、それはきっと頭の中で A を好むよりも正しい選択をしたと考えられるのだ。どういうこと？簡単に言ってしまうと、女の性感は自分の卵子が受精すべき精子を、免疫のタイプの多様性や遺伝的な親和性を参考にして勝手に判断できるのだ。ってことは、頭の中では A の方が好きだったとしても、 B との子供を作った方が健康な子供が生まれるってこと？可能性的にはそうなるのだ。人体ってすごいね。むしろ不自然なぐらいすごすぎるのだ。不自然？もし人類が一夫一妻だったとすると、女の性器のこんな機能はいらないのだ。一人の男の人と子供を作るんだから、遺伝子をえり好みする必要はないね。もっと言うと、精子をえり好みするこの機能は、卵管の中に複数のオスの精子があることで進化を発揮するのだ。そうだね。また同時に、もし女が利己的遺伝子論的に自分の卵子にとってふさわしい精子を持つオスを選んでいたとするのなら、遺伝的に相性のいいオスを好きになるように進化していないとおかしいのだ。つまりさっきの A と B だと、頭の中でも B を選ぶように進化してないとおかしいってことだね。にもかかわらず、女の男を見る目は自分の卵管にだってかなわないのだ。そういうことになっちゃうね。ってことは、やっぱりメスにおいても、いろんなオスと交尾をして、いろんなオスの精子を卵管に取り入れて、あとは卵管に判断してもらおうって戦略を取った方が、より生存に有利な子供が生まれるのだ。つまり女の観点からしても、容姿とか知能とか運動能力とかでパートナーを決めるより、全部体の中で競争させちゃった方が利点が多いってことだね。それを示唆する記事もあるのだ。どんな記事？ここにあった実験では、複数の男女にいろんな種類の性的な映像を見せてるのだ。どんな映像なの？人類のオス同士が交尾している映像や、人類のメス同士が交尾している映像、あるいは一人でエッチをしている映像から、ノーマルな男女の交尾まで、本当にいろいろな映像なのだ。すごいね。なんならボノボの交尾映像まであったみたいなのだ。動物番組だ。そしてそれを見ている被験者たちは、エッチだと感じたらボタンを押して自己申告するのだ。なるほど。ただこの実験はそれだけじゃなくて、同時に精子の血流もチェックしたらしいのだ。血流？人類はオスもメスも交尾の準備ができたら精子の血流が変化するので、それを測定するってわけなのだ。自己申告と血流の変化による測定、2種類で検査するんだね。するとオスとメスで大きな違いが生じたのだ。どんな違い？簡単に言うと、オスは自己申告した結果と血流の測定結果がほぼ一致したのだけど、メスは自己申告した結果がどうだったかに関わらず、精子では大抵の映像で反応を示していたのだ。どういうこと？つまりオスは頭でエロいと感じたら精子も反応を示すけど、メスは頭でエロいと感じていなくても精子が反応を示すってことなのだ。別にこの実験結果から、人間のメスは異難だなんて思う必要はないし、それを示す根拠にはならないだろうけど、でも人間のメスの精子がいかに活動的かということを示唆するデータにはなると思うのだ。そうかもしれないね。また人間のメスは交尾の際にアハン言うのだ。そうなんだ。これはチンパンジーのメスもボノボのメスも同じなのだ。なんでだろう？おそらくは別のオスを呼ぶためなのだ。別のオス？人類が卵婚だと仮定すると、さっきも言ったように、メスはなるべくたくさんのオスの精子を卵管に取り入れた方が、自分の卵子にとってより良い精子を受精しやすくなるのだ。そうだったね。となると、一度交尾を始めると、なるべく早く他のオスとも交尾をしたくなるはずなのだ。理屈はわかるよ。だからこそ、あんあん大声を出して別のオスを集めようとするのだ。なるほど。それぐらいのメリットがなければ、自然界の中で大声を出すだなんて、そんな捕食者に見つかりやすくなるようなリスクを取るとは考えられないのだ。そうかもしれないね。他にもこれに関する若くそ面白い話はいくつもあるのだけど、ちょっと時間が来ちゃったので、ここまでの話をまとめるのだ。ぷん。前回説明した利己的遺伝子論的な浮気の話は、つまりはオスもメスも利己的だから浮気をするという理屈は、今回の学説では間違っていて、それじゃあどうして人間は浮気やら何やらをするのかというと、そもそも人間の体がそういう風にできているからというだけに過ぎないってことなのだ。つまりは特定のパートナーを作らない卵婚という配偶システムを取るように進化してきたから、どうしようもないってことなんだね。
そもそも浮気だの不倫だのは何ら悪いことではなかったのだけど、結婚というシステムができてしまったがために不倫は悪となってしまったのだ。まさに諸悪の根源ってわけだね。もっと言うと能量が原因なのだ。能量が関係あるの。そのあたりの文化人類学の本を読んでみればすぐにわかるのだけど、狩猟採集時代は今ここにある食料のことしか考えなかった人類が、能量ができたことによって貯蓄を覚え、止めるものが権力を持つようになり、それを暴力によって奪い合うようになったのだ。聞いたことあるよ。農業ができたから身分の差とか戦争とかができたんだよね。実を言うと結婚もこの時できたと考えられてるのだ。そうなの。狩猟採集時代は今ここにあるものが全てだった人類が、農業を知ることでより多くを意識するようになったのだ。欲深くなったんだね。もっと食料が欲しい。だからもっと農地が欲しい。それを耕すための人でももっと欲しい。でも収穫物をみんなに分配したくはない。そういう感じに知恵を絞ったのだ。自分たちの富をなるべく独占したかったんだね。すると狩猟採集時代は群れ全体で分けるのが基本だったはずなのに、分ける相手がどんどん少なくなっていくのだ。その富を分配する最小単位が家族ってわけだね。また同時に所有すること、暴力で富を奪うこと、それらを知った人類は、力の弱い女を力の強い男が所有するようになり、さらに男が子供を所有するようになり、その所有権を決定するのがまさしく結婚であったというわけなのだ。すごい話だ。今の話はかなりざっくりまとめたものだけど、まあ大体こんな感じなのだ。富を分ける最小単位を決めることや、父親が所有する子供や妻を決めるのに結婚は便利だったってわけだね。今は結婚は幸せなものと思われがちだけど、その成り立ちはどうしようもないぐらい欲深いものだったのだ。でも生き物って進化するものでしょう。農業ができてからの生活に合わせるように人類も進化したんじゃないの。それには時間的猶予が足りなかったのだ。時間的猶予。さっきから僕はちょいちょい1万年前という言葉を使ってるのだけど、人類が農耕を始めたのが大体これぐらいの時期なのだ。1万年じゃ進化できないね。もっと言うと、チンパンジーから枝分かれしてから499万年ぐらいは、人類はずっと狩猟採集生活で卵婚という配偶システムを取るように進化していたのに、たったの1万年でその全部がガラッと変わってしまったってわけなのだ。499万年間はいわゆる不倫という行為が悪いことではなかったのに、直近の1万年で不倫が悪いことになってしまったってわけだね。そりゃ体の仕組みが追いつかなくて当然なのだ。そもそも人類はチンパンジーと同じで生殖器だけが異常に発達した猿に過ぎず、たった一匹の相手と交尾するようにはできていないのだ。すごい複雑な心境だよ。だって不倫内情ってわけじゃなくて結婚内情ってことなんでしょう。多分みんな歯を食いしばって生きてるのだ。ちょっと残念だよ。と言っても、もうこうなっちゃったからには仕方ないのだ。結婚は人類の配偶システムの理想だし、家族という単位もあるし、不倫は道徳的にやってはいけないことだもんね。いろんな文化人類学者から人類最大の過ちと称される能量だけど、これがなければ今の僕らが存在しないことも事実なのだ。生物的にはいびつかもしれないし、矛盾や無理もたくさんあるはずだけど、今のこの社会で生きる足たちは今のこの社会の常識を守っていくしかないよね。いびつな世界で矛盾と無理を抱えて生きるのだ。割り切るしかないね。ただこの理屈を知っていれば、芸能人が不倫をしたニュースを見てもそれにショックを受けることはなくなるはずだし、自分がパートナーに裏切られた時に感じる憤りも、所詮は投資した株の価格が下落した時に感じる憤りぐらい文化的なものに過ぎないと理解できるはずなのだ。ひょっとしたら寛容になれるかもしれないね。逆に言うと、不倫だの浮気だので切れるやつは文化に飲み込まれすぎの羊野郎なのだ。独特の悪口。だからお前ら、もし僕が不倫だの浮気だのといった不貞を働いたとしても絶対ディスったりすんな、なのだ。ラデン飲水だ。